え、アントラーズ対、うん、グランパス。いやー、ここもね、うんあー。鹿島もしっかり順位上げて、ここに臨むわけですよ。そうなのよ、はいはい。4連勝してるんだもんね。しかも、うん、なんと、4連続完封です。うんうん、うわー、来た。やばいね、これね。そう、だから、あの、4、4、2に変えてから鹿島は負けてないところが、勝ち点も落としないところが、点すら取られてない,てててない。はい。 で、連戦の中でも雨でもしっかり勝ち切ったって、だからちょっとこれは信じられたいとか、レベルがもうあまりにも高いってことになってるす、うん、そうですね、うんえ。ただ対する名古屋はまあさん、うん、負けねえ負けねえ。本当ですよ。ここまで12試合やって負けたのが1回のみですから、ねうん。少なくともしっかりね、引き分けは拾うっていう。そうなのよ。強さを持ってますから。う,うん、はい,はい。そして直近のこのね、対戦相性を見ていっても、うん まあ過去6回の対戦、直近6回の対戦だと、まあ、名古屋が3勝、直近2回が同労で、あと鹿島が1回勝ってるんですけど、2点以上生まれてないんですよね、マックスが2点までしか生まれてないといいでやっぱりお互い守備がいい、すごいチームでもあるので、うん、ちょっとロースコアゲームで、まあすごい締まった、しびれた試合展開になる可能性がそんな感じないそうな。ね そうですね。だから、ちょっと、ウィナーっぽく言えば、おそらく、ローの倍率が低いので、なんやかんや狙って、ハイスコアの、例えば、その他とか狙いに行くのも、ある意味では手かもしれない。なるほど。ニコマウィナー徹底予想チャンネルも、お願いします。お願いします。この試合、なんかね、あの、清水さんなんか、おそらく、その他どっちかに行くとかありえるんじゃないかな、と。そういうデータもたまってきちゃったから、ですよね。そっち予想してどうすんだっていう感じですね。すいません、すいません。なるほど。はい、ということでございます。